始まりました。サイの国就活天国。この番組では埼玉県で就職を考える皆さんに就活の疑問やポイントなどを分かりやすくお伝えしていきます。番組を進行するのは県内企業の採用のお手伝いをしている新御堂の榊雫と、同じく新御堂の佐々木弘和です。私たちが埼玉県で企業と学生をつなぐ活動をもとに培った就活のノウハウを番組を通じて皆さんにお届けしていきます。ぜひ参考にしてください。今週も埼玉の目玉企業発見のコーナーからお届けします。このコーナーでは皆さんが気になる県内企業に訪問して就活に役立つ情報や実際に企業の雰囲気をリサーチしていきます。今回は行田市に本社がある株式会社大栄自動車販売さんを紹介していきます。それでは早速レッツウォッチ。こんにちは、地元埼玉県出身新御堂の吉川さくらです。今回紹介する大栄自動車販売さんは車の販売をはじめ車に関する業務を幅広く展開されています。それでは早速突撃取材に行ってみましょう。行田市にある株式会社大栄自動車販売、1966年創業で現在従業員は36名。板金塗装や車検、車の販売からレンタルまで車に関する事業を幅広く展開しています。具体的な事業内容についてお伺いしてよろしいですか？はい、私どもは、車の販売から保険、お車の修理、板金塗装、レッカーレンタカーと、車に関することを、全ての業務を、担当させていただくと。自社でこれだけ一貫してやってるっていうのは埼玉県内でも多分数少ないと思いますね。そうなんですね、はい、自社で一貫して業務をやっていることのこうメリットってどんなところですか？はい、これはですね、まずお客様に関しましては、お客様万が一の事故や故障の時には、レッカー車で向かってそのままレンタカーを出してそのまま当社に入庫と、保険会社のやり取りと、全て一貫してお客様の、トータルカーサポートという形で、対応できるということになります。社員さんといたしましては、整備部門から、車の修理、板金塗装に移動したいと思えば移動できますし、車に関わる、全ての業務に、携わることができるということですね。はい、新入社員として入社した時にはどういった業務を任せていただけるんでしょうか？基本的には、整備等であれば、基本的な点検から車検、板金塗装等であれば、簡単なものから徐々にですね、ステップアップをしていきながら技術力を磨くような形が多いですね。はい、入社したって結構こう先輩と一緒にというかこう常に教えてもらいながらこうスキルアップが図れるっていうような、はい、基本的にはそういう形になりますね。はい、指定関係ではないんですけども、先輩から教わると。で、昔のような、見て覚えろと、そういう時代ではないので、丁寧に教えてですね、早く一人前になってもらえるような形で、教育をさせていただいているっていう形ですね。じゃあこう分からないこと、はい、未経験でも安心して働けるっていうような環境がしっかりと。そうですね。入社1年目の岩崎美穂さん、来店したお客様に車の提案をしたり、大栄自動車販売のホームページにある販売ページの編集などを担当しています。入社した理由をお伺いしてもよろしいですか？はい、父が大栄自動車販売のまずお客様として利用していて、で接客対応がいいっていう話を聞いて、で地元で就職活動をしていくうちに自分で調べたところ、まあ、新入社員の採用とかもしてるっていう風に伺ったので、じゃあ実際にちょっと面接に行ってみようっていう風になって入社を決めました。あ、そうなんですね。はい、じゃあこう昔からこう関わりのある会社さんに。そうですね、なんかお客様にこう車提案するときに気をつけてることとかって何かありますか？そうですね、お客様がどういうお車を求めているのか、あとお客様の実際のライフスタイルですとか、まあ、お客さんが車を使っている時にどういう生活をしていくのかっていうのを考えながらお客様にアドバイスをしてます。まあ、大変だったなとか苦労したなって思うところって何かありますか？車のことについて全然知らなくて、知識も全くない状態で入ったので、最初はもう車種を覚えるのも分からなかったし、装備も何があるかっていうのが全然分からなかったんですけど、まあ、上司の方がやっぱりとても優しい方で、もう丁寧で付きっきりで教えてくださったので、今では一般の方よりも全然専門知識がついているなっていうふうには感じてます。ついついこれやっちゃうなみたいなのってありますか？結構車の査定とかさせていただいたりして、こうお車の状態をチェックすることっていうのが多いんですけど、こう
ついスーパーとかで車が脇に止まってるとあここへこんでるとかあここ板金されてるとか見ちゃう時はたまにあります。ちなみに岩崎さん愛車ってありますか？愛車はスズキのアルトラパンに今乗っております。実際にこのダイエー自動車に入ってから購入して女子と社長がたくさん探してくださって今も楽しく乗ってます。やりがいに感じてるところことってどういうところですか？実際にお客さんが自分の提案した車を買っていただいた時が一番やっぱりやりがいを感じるなっていうふうに、この業界についてこの仕事をしててよかったなっていうふうに一番感じるところではあります、うん、感謝の言葉とかってすごくやっぱやりがいにつながりますよね。そうですね、うん、ダイエー自動車販売では若い人から年配の方まで誰でも気軽に来店できる環境づくりに力を入れています。車に詳しくない人でも安心できるよう分かりやすい説明を心がけ、お客様第一の店舗作りを目指しています。このお仕事で向いてるなって思う方はどんな方でしょうか？はい、能力等は気にしません。はい、一番重要視しているのは人柄、考え方ですね、考え方がマイナスだとすべてマイナスになってしまいますので、考え方、プラス思考、な方を、採用では重視させていただいております。明るく前向きに取り組めたりだとか、はい、そうですね、基本的には明るく素直な方がいいと思います。ダイエー自動車販売では社員旅行や全体レクリエーション食事会などを開催し、社員同士のコミュニケーションを深めているほか、各種表彰制度による社員のモチベーションアップにも努めています。さらに地域貢献の一環として月に一度近隣の清掃活動を行い、地域に根ざした企業を目指しています。行田市を拠点に56年、地場産業として根付いたダイエー自動車販売、最後に岩崎さんに将来の夢を伺いました。これはまあ目標でもあるんですけれども、お客様にこの営業の人で良かったっていうふうにアンケートで名前を書いてもらえるような営業になりたいなっていうふうに思っています。車の販売から修理や整備、保険業務まで幅広くやっているからこそのお客様からの信頼があるんだと感じることができました。また社内で車を購入する社員さんがいるとアドバイスがもらえるなど、コミュニケーションも活発でとても明るい職場でした。自動車業界に興味がある方、地元に根ざした企業で働きたいという方はぜひチェックしてみてください。以上、目玉企業の株式会社ダイエー自動車販売さんを紹介してきました。 CM の後はゲストをお招きして皆さんの疑問にお答えしていきます。さて、ここからは就活に関する様々な疑問にお答えする教えて社長就活 Q&A のコーナーです。今回も素敵なゲストにお越しいただいております。さいたま市北区にあるサイエンス株式会社の桑原社長です。社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長には今更聞けないあんなこと、こんなこと、就活に関する様々な疑問に対して採用する側の目線からお答えいただきます。サイエンス株式会社さんはものづくりやインフラを通じて社会貢献を行い、水エネルギーの開発をもとに商品を展開するメーカー企業です。それでは早速番組に寄せられた質問を紹介していきます。活躍している社員さんの特徴を教えていただけますか？やっぱり積極的な子は活躍してますね、うん、特に若い子なんかはおとなしい子が最近多いんですけども、うん、それよりやっぱりちょっと生意気ぐらいの積極性があった方が、まあうちの会社では活躍してる感じはしますね、うん、新入社員の方に期待することってあったりしますか？会社がやっぱりその新入社員とかに求めてることってやっぱ元気なことであったり、そのやっぱ若さのエネルギーとかですね、そういうところにやっぱり期待しているので、物おじせずにどんどんこう自分の思いを出してもらいたいなというふうに思ってますね。学生の時にやっておいた方がいいことってあったりしますか？社会人ってやっぱ辛いこと結構多いじゃないですか。まあなので、その若い子、学生時代に、まあ辛い経験とか、厳しい経験とかをした人はやっぱりこう耐えられるっていうか、まあ、なかなかね、望んで経験できることではないんですけども、まあそういう経験した人は強いなというふうに思ったりします。こう就職先を決める上で、こうやりたいこととできること、どちらをこう優先した方がいいですかっていうご質問なんですけども、まあ基本はやっぱりやりたいこと、
をやっぱり選んだ方がいいとは思います、うんうん、ただやりたいことっていうのが本当にやりたいことなのかっていうのが明確に分かってる人だったらいいんですけども、うん、そこまで真剣に考えてない人もいるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですからそういう場合はできることからどん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 ね進めていってその中でやりたいことって見つかってくるんじゃないのかなっていうふうにも思いますね、うんうん、どうやったらかやりたいことというかこう夢とか目標を見つけたらいいですかっていうご質問もあったんですけども、はい、ちょっと興味あったものはどんどんやっちゃうっていうのがいいかなとは思いますね、うんうん、目標とかやり夢とかってやっぱ自分の範囲の中でしか、うん、見つけられないじゃないですか、うんね、ですからどんどん広げてねでやっていくうちに面白くないと思ってたけどやっぱ面白かったなっていうのも出てくると思いますんで、うんうんうん、意識してなんかそういうのを経験する側に行った方がいいんじゃないのかなというふうに思いますね、うんうんはい、ありがとうございます。ではそろそろお時間になりましたので最後に社長からですね就活生に応援メッセージをあちらのカメラの方にお願いいたします。やっぱり学生時代っていうのはまだ社会に出てないので、うん、社会からとかですねあと学校とか親とかから支援を受けて学校に通ってたっていう流れだと思うんですね、うん、で社会に出た時に初めてこう社会人として今度逆の立場になるんですよね、うん、ですので、そこら辺をですねこれから今まで受けてきた恩をですね社会人になったら返せるように、ね、なってほしいなというふうに思います。やることは何でもいいと思います、うん、ぜひ頑張ってください。県内で就職活動をしているあるいはこれから就活を始める皆さんぜひ参考にしてください。桑原市長本日はありがとうございました。ありがとうございました。さえの国就活天国、今回も就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしてきましたが参考になったでしょうか。今回ご紹介した大栄自動車販売さんの中では若手の方が活躍していたりとか、うん、社会貢献活動なんかを行っているっていうのはやっぱりいい企業さんだなと私の中では思いました、うん、若い方がすごく活躍しているっていうのはなかなか知らない現場だったので私たちも勉強になりました、ね、そうですね、はい、この番組ではこれからも埼玉県で就職を考える皆さんに就活情報をどんどんお届けしていきますのでぜひご覧ください。今日から12月に入りましたので年明けからの就職活動に向けて年内できることを皆さんにもどんどん取り組んでもらえたらと思います。それでは彩の国就活天国、今日はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。